ち見、こっち見くれ。気持ちえんげ、気持ちえんげくれ。親父もよくやるね、あんな女と。まあ、あの人の場合、顔や人種は関係あらへん。でかかったらそれでいいからな。はい、錦山工業。失礼しました。はい、組長なら今事務所にいますが。え、幹部会？本家からや、緊急の幹部会やと。了解しました、組長に伝えます。で、何時からや？幹部会の話じゃ！なんでそれを？さっき本家から電話あってやろが！わしゃことの最中でも聞いとんのじゃ！すいません！19時からやと聞いてます！よっしゃ！おるれ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 ！ありがとうございます。よっしゃ、気合い乗ってきたぜ。西野、平井、はい、かき集めるだけの兵隊集めろ、今夜中じゃ。はい。宮内、はい、長谷部に連絡や。すぐに例の店潰しにかからせろ。はい。堀内、下、はい、峰に電話や。10億持って迎えに来い言うとけ。はい。戦争や、いよいよ戦争が始まんで、お前ら覚悟しとけ。はい。やったな、秋元くんたら。そーれ、返しよ。水木ちゃん、水木ちゃん、秋元ちゃん。中国っていうのは不思議な国だよな。鳩やカエル、地方によっちゃ犬猫まで食うっていうじゃねえか。自分が生きるためなら何でも食う。俺はよ、オーナー、そんな中国って国尊敬してるんだぜ。人様の国に土足で踏み込むその根性、あんたも立派なマフィアの一人だ。わ、私はマフィアじゃない、ただの料理人だよ。仲良くしようぜ、陳さんよ。隣のその隣の店も全部うちに金入れるって言ってんだ。月に100万。100万？あんたらが今まで日本人からぼったくった分からすりゃ安いもんだ。なーに、足りなくなったら店の権利書もらうだけだ。あんたには別の店でコックとして働いてもらう。無理だよその話。中国の包丁はよく切れるな。
これだったら人間の首も真っ二つだ。試してみてえな。陳さんの料理がうまいって評判じゃねえか。親父、本家からの呼び出しです。六代目の件で話があると。やっぱり売れたよ。ん？そうか。まあ無理なら仕方ない。怖がらせるようなことしてすまなかったな、陳さんよ。こりゃ迷惑料だ。取っておいてくれ。え？俺は陳さんと一緒に仕事がしたかっただけなんだよ。悪かったな、邪魔して。気が変わったら連絡してくれ。それじゃ。星売り堂。